だってそれはもうさ、直してもらうべきバグなんやから、もうええやろってなる。ほら、この視野角。やばくね？これもわかるっしょ。普段俺の配信見とったら。この視野角よ。そう、視野角、視野角。この広がり方。画面の横の。もう、真横まで見れる目の。めちゃくちゃ広いよ、これ。その設定使用感？一応感度200で、普通にジャイロもなし、クイックターンもなしの、まあ、視野角最大っすね。即決でこの釣り交換は、痛いんじゃない？なんか、足もめっちゃ速く感じるんよね。この視野角のあれで。ほら、これも届くし。すげえやりやすい。もう一回共鳴ぶち込むか。メメントされちゃうよ。メメンツされちゃうよ。これキラーだけやで、うん。キラーだけ、キラーだけ。キラーだけです。おかげでマジでナスブラが超使いやすくなったと思う。この2釣り目でメメントできるってのがやばい。何がやばいか言ったらこれだって、DS とかも食らわんしね、ストライク。オフレコとかもさ、普通にキャンプしとったらさ、抜かれた瞬間殴ればええしね。それこそ背の場やったら釘でええし。マジでトンネル最強やで、これほんまに。堕落がつけれんのはちょっとあれやけど。使ってた時ナルコやってグリッチ使いやがってって言われた。そう、だからなんか、知らんのにみたいなとこあるよね。だからまあ、しゃーない。別にプレイヤーのせいじゃないから、それは。うまい。うわ、マジか。ああ、マジ。ちょっと突進が遅かったな。ゲート開いたら炎魂状態だし。それな。てかワンパン、俺知らんでさ、ゲート開いたらワンパンっていうこと。最初そこまで詳しく読んでなくて、何これってなった。動画でもそれこそ出したけど。ヘキさんこんばんは。
ジジ。ジジイですよ。